じゃあこれから、リアル浜子の部屋ということで、いつもあの YouTube 越しにこうあの皆さん見てると思うんですけれども、今日は、約10人の方々を前に、9人か9人の方々を前に公開収録、公開収録なんですけれども、今日のお題は何でしょうか、浜子先生。それ俺が言うとこだ。いやいや、もういいよ。今日のお題は何でしょうね。話したいことあります？え、話したいことあります？話したいこと、でももう本番が終わったばかりで、なんか本当に、だから結局先生もおっしゃってたし、みんなもおっしゃって言ってたけど、この自分自身がどういう意識で弾くか、だから先生がどういう意識で弾くかがやっぱり人に伝わるから、そのミスタッチを意識してたらミスタッチが目立つように伝わるし、そういうの気にしないで伝えたいものがあればそれが伝わるってことなのかなってやっぱり聞いてて思いますよね。自分なんか完全終始そんな感じしません？本当にしますね、だから なぜかミスタッチとかそのテンポが一般的じゃなくてもなぜか成立しちゃうのはそこかなと思う、そうじゃない、なぜか成立しちゃってませんわかんないけど、わかんない、そんな感じじゃない、すごくわかります。もうなんか先生の中の先生の持ってるその言葉として、言葉をなんかそのままこう音楽 にしてる感じというか、だから私たち生徒とか、まあ、同じピアニズム勉強する人はそのまんま真似すると多分ちょっとおかしいなことにはなるんだと思う、だからどういう意識であるかってとこは真似するんだけど、でもそのなんて言うんでしょうね、弾き方とかを真似しちゃうと、弾き方っていうのはちょっと語弊があるかな、わかります、そっくりそのまま同じことをしようとすると多分変な感じになっちゃう、自分の言葉としてするってことがなんか結構同じなのかなって、ね、いわゆるねそのプロセスをあの盗んでほしい、ああそうそう、それを言いたかった、そうですそうです、あの結果じゃなくて、結果は違うものが出来上がるべきだと思うし、同じものが出来上がるのがいいわけで、僕だって10回引き10回違うから、そこじゃない、そこ見て それは枝葉の部分が表面に出てきてくれるでしょう、じゃなくて、あの幹の部分とか、もしくは木でいうと土の中の根の部分、根がしっかり張ってるのかどうかとか、そこを見てほしいなって、生徒さんには思うかな、ね、なんか話を聞くなっちゃうんですけど、まあ、その修理論になっちゃうんですけど、まあ、でも今の話の延長線上にあるんですけど、なんかあ、いいあげた、いいの、え、財布あげた、そう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 、もらった、はい、だからあのその一般的に変だよねとかありえないよねとかそれは無理だよねっていうことが、その自分自身のこう正位置っていうんですかね、正位置にいたらなんか OK になっちゃうと思うんです。で最近それ最近ちょっとインスタライブとかでも僕も今日ね似たようなことをね、あのグループラインでつぶやいた、だから自分の軸がどこにあるかとかね、それがその何を書いたかっていうと、結局そのピアノをやってる人ね、このプロ関係ない、アマ関係なくね、ピアノをやってるってことは結局自分を軸に人間って考えがちなんだけど、例えば自分とピアノとか自分と作品とかなんかこうそういうそれだけで考える、でもそれってすごいちっちゃな世界だと思うよ、それだけだとすごく個人的なパーソナルなその、世界で、いや、もっと広くしようよってね、演奏も広くできるし視野も広くできるし、でそれを一つの視野を広くして考えた時にね、世界中のねピアノをやってる人のね、いわゆるピアノのその系譜みたいな言い方するけれども、
それが結局先生先生先生ってたどっていくと大抵の人がリストに突き当たるんだよ、ね、でリストに突き当たるってことはベートーベンに突き当たるんだよね。間にチェルニーがいて、でそれを意識すると、要するに長い200年300年近くのそのクラシックのピアノのその歴史っていうのが軸を超えて、要するにそういうベートーベンや、じゃあベートーベンがチェルニーから習ったことで、チェルニーを通して今度は、チェルニーが例えば発見したことや、それからチェルニーがベートーベンから学んだことを単純に言えば、今度はリストが学んだわけだ。ただリストのお弟子さんっていうのはいっぱいいて、リストから今度はベートーベンやチェルニーのいわゆる DNA みたいなものがリストから今度はまたリストのオリジナルも加わって、でお弟子さんに流れて、でそれが代々来て僕たちの中にあるんだって思うべきだよねってよく思うんだよ。でそうやってそのあくまでも、だからさっきも言ったように自分とピアノとか自分と作品のことしか考えないんじゃなくて、広い視野で長い歴史の中で自分が存在してるんだっていうこと。だからそう思っただけでも、ああなんか自分の世界だけじゃないんだみたいな、うん、なんかもっとこう広いそのね軸を超えて、要するに歴史的の長い時を経て自分のところに来てて、そのいろんな人を通った DNA が自分の中に伝わってきてるんだって勝手に思うってもいいと思うんだよね。でそう思った時に、なんかそれが単純にそれってすごく嬉しいことだ。でそれが今度ピアノを例えば教える人や演奏する人が教える形や演奏する形で次の次世代にまた伝えていかなきゃいけないわけでね。だからそのずっとこれからめくめくと続くその歴史の中の自分は一コマなんだけど、そういうある意味で、どっかに責任を担うっていうことも自分のなんていうか、いい意味でのその責任を担う、要するに張り合いになる、うん、だから自分が好きで勝手にやってるだけじゃないし、っていう、だから自分を軸に自分を中心に考えると自分とピアノしか存在しなかった、自分と作品としか存在しないけど、それってちっちゃな世界だよねって。だから何でも広く見るべきだと思うけども、たピアノもそうやって例えば一つ見れるよねってことを書いたんだけど、全然違う話だった。いやでもなんか違うんですけど、でもおっしゃりたいことはすごいわかる。だからそこにそれこそプロアマ関係なく、今日アマチュアのねあの人も弾いてくれたけど、その弾いた人がパンって例えばなんかショパンなりラフナメリラフナスクレビナリパンって響きを出した時点で、私たちはそこから何かを感じてるし、それもそれすらも歴史の中の一端っていうような感じってことをおっしゃりたいのかな。その方が習ったそのだからそのね、遡れば必ずヨーロッパの誰かに、ね、ぶち当たられて、うん、まあ、大抵はベートーベンまで行っちゃうわけで、うん、そうするとベートーベン その思想とか何かこうそういう 感性とかそういうものがずっと人を通して自分の中に入ってきてるんだって思えるってすごい幸せなことだよね、うんうん、もしでだから自分中心のとにかく何でもそうだけど、演奏もそうだよね。演奏もよく比嘉君とかもよく言ってるけど、どんだけね、あの自分とその作品で思いついただけじゃなくて、どこまで広げられるかっていうのをやっぱり広く見るっていうこと、可能性だから、ハマちゃんの話に戻すと、だから自分で自分の枠をもう最初から決めちゃってるって思うわけ、多くの人が、うん、だからさっきハマちゃん最初言ってたじゃん、私はなんとかだからなんとかだからってさっき言ってたよね。そうやって思っちゃったらもうそこで終わりだよね、うんうん、いやそうじゃないよって、いやもしかしたら自分で広げて考え方とか、うん、いろんなものを広げてったら、ピアノに限らず日常生活のいろんなこともそうだけど、自分で能動的に広げていく広げてった時に、あ自分ってこんな面があるんだとか、あこういうことも感じられるんだとか、あの新たに自分を再認識するそういうことにつながるってすごく最近思うよね。だから比嘉君にも言ってたよね、自分の演奏をもっと広げてみなってね、うんうん、
もっとやれることあるよねって。だからまずは大きく絵を描こうみたいな、最初からもう決めて、あこの世界って、自分はこう感じるから、あこの世界です、でそこで終わったらそこで終わりだよね、でも意図的にちょっと広げてみよう。で広げた時に自分がどう思うか、それが自分が受け入れられるのかどうなのか、自分のもしそれが自分にはちょっとこれは広げすぎだなと思えば、そのじゃあ手前で留めておけばいいことだし、だから最初から、絵に例えれば額縁をの中で絵を描くんじゃなくて、もうどこまでも広い広く絵を描いていいんだっていう意識でそのなんて存在する、それが日常生活からピアノ弾くことから全てに結局自分自身の気持ちを、だからそういう気持ちでいないと、例えば浜ちゃんもせっかくいいこと言ってくれても入ってこないと思うんだよね、だからだって浜ちゃんの話を聞くってことは自分を広げる作業だから、新しい認識を得るとか、例えば僕が比較にいやこうこうこうだよって例えばピアノの演奏に限らずいろんなことの類を彼によく言うけど、それを彼はちゃんと自分の中でその咀嚼して、ちゃんと自分の中で自分のものとして広げていく作業をいっぱいしてると思うけど、でどんどん変わってると思うんだよね、で僕はなんか思うんだけど、ちょっと浜ちゃんの話からそう思ったんだけど、で何かありますか。なんか今やっぱり先生の話聞いて、その演奏、今のそのさっき聞いた先生のシューベルトとショパンっていうものが、もう本当に例えばこうレコードとか何かこう録音機材のない頃から、その例えばショパンがもう作った1830何年にこの作った曲とかっていうものの、その直後からまあいろんな方々に惹かれていって、でその積み重ね、いろんなその歴史的なその演奏にも歴史的なその積み重ねみたいなものがあって、それで何か今のこれがあるっていう、そういうなんかね、なんかいろんなものをこう含んでるっていうんですかね、すごくなんか層になってるような気がしました。なんかその時だけじゃなくって、だから先生のその意識のお話を聞いて、なんか本当のその演奏芸術っていうところのそのあり方みたいなものとか、その自分の認識みたいなものがすごく覆されたような気がします。やっぱり僕はまだその自分と作品とみたいな、ところでしか見てないのかなってすごく思いますし、でも先ほどこう先生の話されていたところをこう、今話聞いただけでも自分の中で、なんかね、ものすごくこう世界が広がってるような気がしますね。なんか作曲家の言葉で、作品は一度自分が書いたらもう自分の元からこう手を離れ、自分の元からこう離れて作品がこう一人歩きしていく、でいろんな人に惹かれてその作品のこういろんな解釈があって作品自体がまた成長していくみたいな言葉っていうのを、ね、よく聞くんですけれども、本当になんかそれをこう体現してる演奏って どういうものなんだろうっていうことを考えたときに、やっぱりね、そうだね、その先ほどのその先生の演奏みたいにはなれないかもしれないんだけれども、でもなんか一人一人がこう自分が演奏するときに、プロアマ問わず、こうそういうことをこう考えるっていうか、自分の中でこう想像を膨らませていって広げる、広げていってこう向き合うとどうなんだろうなって思いながらちょっと聞いてましたね。日常のね、例えば本番に向かう、本番っていうものは何のかとか、ピアノに限って言うとね、いろんなこと挙げられるよね。ピアノに限らず日常生活でもそうだよね、人とのコミュニケーションをどう取るのかとか、いろんな、ことで自分のその例えば自分の例えば言葉っていうのが例えばあった時に、自分の言葉をもっと広げて増やす、自分の例えば言い回し、例えば、ね、言葉に特化すればね、そうすると自分の表現方法が変わってくるよね。
例えば話す時だって、うん、それからそれは言葉の選びあれだけど、例えばじゃあ人の気持ちをどういうふうにそれを話しコミュニケーションする時に、自分が例えば得意なことと、もともと得意なことと苦手なこととあると思うんだけども、その例えば自分のことを、うん、相手に伝えたいっていう、なんていうのかな、あの 意識っていうかな、うん、そういうものがどれだけ強く持って人と例えばコミュニケーションを取ると、今まで例えば自分がその数字の、うん、例えば温度に例えるとね、それが20度ぐらいで会話してたのが、いやもっと自分は25度とか30度ぐらいで人と話したいとか、そうすると人間関係がもっと変わってきたりとか、伝わるあれが変わってきたりとか、例えばそうやって自分自身が今まで生きてきた中でそのままいったらそのままでね、変わらないよね。だけどやっぱ自分が変わっていきたいっていう意識を持てば、そういう人とのコミュニケーションから、うん、何からと、その、なんていうの、変わっていくよね、広がっていくよね。でだんだん例えばそれが苦手だったとしても、それが当たり前になってきたりとか、例えば僕が本番をしょっちゅうここでそのサロンができてから週に 2,3 回は人前で弾いてるけども、それが日常ご飯食べるのと同じぐらい人前で弾くのが同じになってきてるけど、そうは言ってもさっき自分が弾く前に人の音を聞いてるってのはなかなか辛いもんで、あのそれはまたちょっと別の話なんですけども、ただ人前で弾くっていうことがそのご飯を食べるのと同じぐらい当たり前になってくると、自分にとっての本番っていうのは僕の中で明らかに変化してきて広がってるんだよね。だから結構、ね、何でもそうだけど広げてみる。ああそうですね、今日のテーマはそれですね。そう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 、演奏もそうだし、うん、日々のちょっとしたこと、うんうん、何か広げてみる、うん、広げて、あのなんていうのかな、最初から自分でもう決めつけて、さっき最初に浜子は覚えてないけど言った言葉で、自分でそういうふうに思っちゃうと、もうそこで自分でブレーキかけてるよね、うんうん、だ少しずつ少しずつ勇気を持って広げてみるとか、うんうん、例えば練習の仕方一つとってもね、あの日和に限らずみんなね、あこういう練習してないって言うと、じゃあこういう練習もしてみたらって、例えばそしたらやってみたらね、広がるかもしれないし、うんうん、演奏自体がね、うん、で僕はやりなさいって言ってないんだけど、あの例えば打ち込みっていうのがあるんだよ、ね、はい、僕はだあの第一関節が柔らかいから打ち込まないと安定しない、いわゆるその包丁を研ぐようなことね、うん、をその打ち込みをやらないとそのピアノを弾く状態の手にならないわけ、うん、で練習を例えば何日間かすると手がなまってきて包丁があの研がなきゃいけない状態になるわけ、はい、そうするとあの打ち込みをやるわけ、うん、でそれで要するにピアノが弾ける手の状態になって、それで要するに大抵の曲が自分の手に合うか合わないかもあるけど、その弾ける状態になっただけで曲が弾けてきたりとかするわけ。だけど弾けるものも要するに打ち込みをやらないと安定感がないから力むから固まるから、そうするとそのなんていうの、弾けなくなるわけだよ、とにかくね、うん、それで、で別に彼は僕はね、あの指先の関節があの生まれつきあのや柔らかいんで硬いから必要ないから別にやれって言ってないわけ、うん、だけど彼は自分でね、自分もやったらもしかしたら変わるかもしれないって自主的にやったって聞いた時に僕びっくりしたんだよね、うん、あそんだけ自分変わりたいってすごい欲求があるんだな全然、いや君必要ないでしょって思ってたのに、いや僕がやって実はやってるんですって言ったからはぁと思ったんだけど、うんうん、だからそうやって自分を変えていく、うん、大事だよね、うんうん、広げる、これ一例ですけど、うんうん、どうですか、ひらくん、なんか
何でもいいと思う。あのいつも食べてないメニューをね、あのさっきの浜子先生に頼むとかでもいいと思うし、うん、なんかね、例えば、なんだろう、普段通ってる道なんだけど目的地はもう決まってるんだけど違う道を通ってみようかって、通ったことない道、こっちの道入ってったらどうなるんだろうってやるだけでも、なんか意外な、例えばお店があったりとか入ってみたらね、そういうこともあるんで、だからちょっとしたことなんだけど広げてみる。それはなんか自己表現も日々の生活で広げられると思うんですよ。例えばありがとうと思っても言わないことが多いなと思ったらありがとうって言ってみるとか、逆にごめんなさいって思ってたのに言葉にしてなかったことが多かったらごめんなさいって言ってみるとか、あの例えば人にプレゼントが苦手だけどプレゼントしたいって思ったらしてみるとか、なんかそういう言葉を広げるの一つかなって。だからさっきもちらっと言ったけど、浜子の部屋に参加したいって思ってくださる方たちって皆さん自分自身を広げたいって思ってるから、もうここにいる人間違いなくわざわざ発表会までするくらいですから、言葉を変えれば自分が変わりたいって言い方をするけど自分を広げたいってことなんだよ、それってね、もっとね、変わることでもあるし広げることでもある、自分の可能性がなんか、それすごいいいことだよね、ポジティブな考え方だと思うんで、それ自体が。だからそれを持ってるってことは、例えば、その何かに対してネガティブな気持ちを持ってるっていうのが原動力にあって、もともとあるから、要するに変わりたいんだと広げたいんだというあれになるわけで、もうそれを持ってるっていうだけで絶対変わるんだよね、そこで、いや私はもういいんですとね、跳ね返しちゃうのは簡単なんだけど、私は変わります、これでいいんですって、とっても不幸だけど不幸を楽しんでますってね、開き直るぐらいの人も多分世の中にいると思うわけ、ね、気持ち的にね、あの浜子が言う、要するに、心地いい日々、いつも日常を心地よく過ごしたいっていう、シンプルに言えばそういうことじゃん。でそうじゃなくてもいいんですって、私はあの暗く落ち込んでたいんですって人も世の中にいるから、だからそういう人はそれでいいし、変わりたいと思う人は変わればいいし、広げたいと思う人は広げればいいしって、すごく最近思うかな、全てのことに対して、なんかないんですか。まあ、ここにいる人は本当によくね参加してくれたと思いますよ。あの、もし逆の立場だったら参加してたかどうか分かんない。なんか結構勇気いる行動だと思うんですよね。いやだからね、僕なんてね自分の仕事ね教えてると思ってない。あのそのね、いや教えられることって限られてて、やっぱねまずその生徒の側が自分が広げたい、自分自身で広げたいって能動的に思ってないと、何をこっちが愛しても、広がらないよね、結果としてね。がいなかない。受け取り手のね、意識の問題。自分自身に置き換えてどう？いやもう相当な覚悟で僕は先生のレッスンを受けてますよ、で普段からさ、そのレッスンの時間以外でコミュニケーションを取るときだっていろんなことをこう言われても、ちゃんとこう聞いてるよね、いろいろ。そうですね、跳ねのけないよね、基本。でも僕自分のことを振り返ってみたら、もうピアノを習い始めた当初から先生に言われたことをやらなかったことはないです、全部とりあえずやりますね、だからそういう姿勢でいるから今はあるかもしれない、なんか私習うときにすごい、いろんな習う、自分が習うシーン、誰かが習ってるシーンを、まあ、おっちゃんもそうですけど、ピアノも幼い時から伴奏もしてるんで違う楽器があって誰かが習ってるシーンっていろいろ見に来て思うのが、やっぱ先生になる人ってエネルギー強い人も結構多いから、その遠慮しないでパッてあの言葉に何
を包まずに話すこともやっぱりレッスンってあると思うんですよね。だから受ける側がこの先生のアドバイスとか、あのなんて言うんでしょうね、あのもっとこうしたらいいよっていうものを普通に受け取れたらいいんですけど、自己否定が強いまま受け取ると、あの先生どうのこうのとか、自分ってダメなんだとかってなっちゃうんで、極めて自分自身をフラットな状態でいるってことが、なんかレッスン受けるときは大事な気がする。先生を上にして自分を下に、あの極度に下げるってことをレッスンっていうのはしやすい状況だと思うんですよ。先生がそのつもりなくても、うん、生徒が勝手に、うん、だから悪者を作りやすいっていうか、先生を悪者にしやすかったりとか、逆に自分を下げすぎちゃったりすると学ぶってことがすごい難しくなってくると思うので、それは結構教わる立場としては大事かなって思いますよね、うんうん、で逆に教える側でもあるんですよ、二人とも、うんうん、教える側としては教わる側、今教わる側の話でとか、教える側としてここで何を、なんかジャッジはしないようにしてるし、その人がどんな状況であれ絶対伸ばすっていうのは意図してるか、うんうん、その実際なんか生まれ持ったさ、この指が動くとか動かないとかって実際はあるんだと思うんだけど、なんかそういうの取っ払って伸ばすっていうのは根本にはあるか、うんまあ、私は子供が多いので、うん、生徒さんが、うん、考えてるよ横でで、これちょっと難しいね、なんかどこまで話すかにもよるね、もっと話そうと思えば話せるし、今ちょっと浅い回答しちゃったけどいやいやさ、例えばさ、レッスンに限ったことじゃなくて、人のコミュニケーションを取るときに何を今心がけてるかとか、自分は今の現状の人とのコミュニケーションの取り方に、不自由を感じてないのかとかね、それから例えば僕は人とのコミュニケーションの取り方ってすごく大事だなと思うんだよね。だって一番大事なのはやっぱ人の存在だから、何よりも大切だ、うん、だからコミュニケーションってやっぱそこで絶対必要になってくるわけで、うん、そういうものをやっぱりこう自分自身が変わって、自分自身がこれからそういうことに広くはね、うん、教えることだけじゃなくて、うん、だから自分の中で無意識のうちにきっと人間って生きてるからあれだけど、広げる意識を持つだけで 何かが自分も変わってくるんだな、僕は思うんだよ、うん、でそういう意識をもし持ってないんだとしたら持った方がいいよって僕は逆に言いたいし、教える時もそうだし、人と話す時もいろんな方法があるよねっていう、言葉も人に相手によって、だからこれ なんで学んだかっていうと、そのだからちらっと言ったけど、日本人とイタリア人がインストで会話をしていて、日本人は自分を自己主張しないのが良しとしてる、イタリア人は自己主張をするって、で日本人がイタリア人にそんなに自己主張して大丈夫ですかみたいな感じで、ただイタリア人がいやだって言いたいことは言うけど、だって言葉を選べばいいだけの話でしょって言って、ああなるほどって思った、うん、そうするとああ自分が言いたい、要するに言いたいことは言えるんだなって、言葉を選べばもっと言えるんだなって、もっと自分が広がる、うん、だから言葉も知らなきゃいけないし、うん、自分の気持ちを表現する、うん、こと、うん、相手に伝わらなきゃ意味ないし、伝わって初めてその人と、相手もそれをちゃんと受け取ったところで、要するに会話は成立したって言えるんであって、そう相手が理解してなかったら、それは自分が発生したにすぎないと僕は思うから、うん、だから、うん、それはね、やっぱり、ね、僕ね、外国語をね、やっぱね、身につける上でね、もう致し方がなかった、ちょっとそういうところは学んだから、いろんなほら表現方法があるから、うん、やっぱ意識的に身につけなきゃいけないから、
日本語って当たり前に入ってるから意識的に身につけようと思うことさえ気づかないで生活しちゃう部分ってあると思うんで、うん、なんかごめんね、なんか自分の、ねうんまあ、言葉に関して言えば、うん、どこまで話すかにもよるけど、うん、さっきのレッスンと一緒でとかあの演奏と一緒で、まあ、受け取り手がどうかはちょっと言ったおっといて自分自身のがその言葉に込めた意味例えばその出した発生した言葉が、他者をコントロールするような言葉とかあの傷つけてやろうっていう貶めるような言葉だったらそういうふうに伝わるし逆になんかちょっとあんたダサいねとか言うのも逆に相手を光らせるための言葉にも変わったりもするしなんか言う側の意識って結構伝わるかなっていうのを思います、うん、演奏と一緒ですよだから僕は要するに、うん、こうするといいんじゃないって言ってるけど人に言うけどそれを受け取るも受け取らないもその人の自由だと思ってるから、うん、気分は、うん、受け取らなかったら受け取らなかったらし、うん、その人はああ それは広げたくないんだなって感じるわけでもそれはだっていろんな人が社会にいていいわけで、いなきゃ困るわけで、みんなが同じだったら気持ち悪いよね。おかしなことになる。違うからいいんだよ。ただ、誰しもが本当は自分を広げた方がいろんな意味で、あのなんとか楽になると思うね。自分自身を解放することにもつながるし、で僕が感じるんだけど、はたから見てると辛そうに見える人とかやっぱいるから、でも浜ちゃんなんかもそれを思うわけじゃん。だからすごく自分自身がそういう勉強をしてるわけじゃん、うん、考え方、うん、それは浜ちゃん自身を広げてるわけじゃん。いやめちゃくちゃみんなにもおすすめする したいんですよ、うん、でも僕もそういうとこあるんだよね、うん、これいいからってすぐ進めたくなるんだ。おせっかいのとこあるんだけど、うんうんうん